レバーは自信持ってやってください。はい、はい、フェアウェイとこです。ありがとうございます。安定してる。これが効きました。行きましょう。はい、行きます。あ、すいません、危ないです。大丈夫よ。すいません。そんだけこうクラブがこうやっぱりこう自分の感覚的にはこうインサイドから入らないとですね、ダメなんですよね。さっき押されるとなんか、はい、こうやって店で持ってもらうと、そうですね、こういう、そうです、そうです。このぐらいやってちょうどいいんですね。そう、上げてここでここからここからこう入っていく感じです。そう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 、そうです、そうです。手がここから来る感じですか。だから相当こう手が見えない四角から入って出てくる感じ。はあ、こう見えてる、見えてるところ。別に伸びてるでもいいんですよ。気持ちは。全然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 いいと思います。はあ、いいと思います。あ、走んないといけないさ。どうしてもね、体重が右に残っちゃうんですよ。そう。わかります。さきょうちゃん頑張ろう。進まない。あのね、一回ね、こっちのヘアウェイの方向かって打つ方がいいと思うよ。はい、おー、ナイス。そういう感じ、そういう感じ。うん、これはでもちゃんとこれ、そうです、そうです、そうです。うん、いいっすね、いいっすね。こうだ。こういうところをしっかり当たったいっす。こっち、おー、ナイス、ドン、ナイス、やったー、ナイス。いやー、これ効きましたよ、ちゃんとできた。で、そうすると今みたいにこう自然と左にウエイトが乗ってくるんで、はい、ああやってしっかりこう打てるんですよ。はい、だからこう突き刺さってないじゃないですか。はい、今のもタフ取れてるけど結構軽かったですよね。はい、しかもあのちょっとこう止められました。そうですよね。はい、ナイスです。素晴らしい。さあ、左にしっかり乗りながら打っていこう。はい、ほら、右残ってるでしょ。右残ってますね。試しに一回、向こうに歩きながら打ってごらん。歩きながらこうやって、あ、下ろすときにこっちに歩きながら打ってごらん。ほら、その方がちゃんと当たるでしょ。はい、ね、そういう感覚が欲しいわけ。はい、どうしてもやっぱり初心者のうちは球をどうしても上げたくなっちゃうから。上げるから、そうですよね。入れるから後ろに残る。そう、意外とこう歩くぐらい左に体重乗ってくるとボールの下にちゃんと入ってくる。はい、さあ、行きましょう。いや、池森さん、本当にナイスバーディーチャンスです。ありがとうございます。大げさにやるとね、うん、行きましょう。まあ、めっちゃうまく当たるでしょ。ね、当たります。そのぐらいの感じがないとダメなわけ。これ右に切れますか。少し切れます。うん、切れますね。はい、うん、さっきのちゃん、ダッシュ、ダッシュ、ダッシュ。さっきの強いですよね。さっきの強いです、はい。一回じゃあアプローチいきます。
もう本当に軽くね。はい。下りだよ。うん、うまい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 。おお、うまい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 。ナイス。ありがとうございます。さっきのかなりすったな。乗った。惜しい。今のやっぱちょっと強いんですよ。強いんですよ。弱ければ多分曲がってくるんですよ。やっぱ1メーターオーバーしてるから。だからあんまりこのスピードって普段やってないんでね。はい、あ。めっちゃ速いっす。じゃあほとんど曲がらない。まっすぐ上り。はい。最後ちょっとこっち行きます。ということは。若干左狙う感じ。はい。いや上出来空じゃないよ。これもいいじゃん。寄せに行けたじゃん。あ、そっか。そう、狙いまた狙ってる。そうでしょ。そのぐらいで打ってて、ちょっとこれはお先に行きましょう。はい。このぐらいの距離はお先に行って声をかけて。はい、お先に。どうぞ。はい、失礼します。うん、そうです。 OK。 ありがとうございます。素晴らしい。こういう時ってさ、右カップで、この右カップ内側ですね。はい、はい、カップ外さない方がいいと思います。うん、ナイスパー。ありがとうございます。ナイスパーです。ありがとうございます。すごい。今ぐらいのキョンちゃんテンポで、はい、打ってミスしてもタッタカタッタカ言うと、はい、全然後ろにこう煽られなくなるし、はい、とにかくあの自分の順番に、例えば自分がカップに対して一番遠い場合は、はい、自分に優先順位が当然あるから、はい、一目散に行って、とりあえず行ってみる。